キアサージはアメリカ海軍の戦艦、キアサージ級戦艦の一番艦。本艦は州の名が命名されなかった唯一のアメリカ戦艦である。艦名は南北戦争の武軍艦、キアサージの名を襲名しており、議会の特別の承認のもとに命名された。もともとはニューハンプシャー州のキアサージさんにちなむ名前である。 キアサージは1896年6月30日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、1898年3月24日にハーバート・ウィンズロー夫人によって命名、浸水し、1900年2月20日に初代艦長をイリアム・ M ・フォルジャー大佐の指揮下に収益した。キアサージは北、大西洋基地の帰還となり、 大西洋沿岸を降りカリブ海を巡航した。1903年6月3日から7月26日にドイツのキールを訪れるまで短期間ヨーロッパ艦隊の機関を務め、6月26日にはドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が、7月13日にはプリンス・オブ・ウェールズがキアサージを訪問した。7月26日にはメイン州のバーハーバーに戻り、来た。 大西洋艦隊の機関任務に復帰した。1903年12月1日にキューバのグアンタナモ湾へ向けてニューヨークを出港し、アメリカ合衆国は12月10日にグアンタナモにおける法的権利を獲得した。カリブ海での演習に続いて北大西洋戦艦船隊はポルトガルのリスボンを訪れ、キアサージには1904年6月11日に 国王カルロス一世が視察に訪れた。その後ギリシャのファレロン湾へ向かい、7月4日にはギリシャ国王ゲオルギオス一世一家の訪問を受け、共にアメリカ独立記念日を祝った。艦隊はその後ゴルフ、トリエステ、フィューメを親善訪問し、1904年8月29日にロードアイランド州ニューポートに帰還した。キアサージはその後も帰還任務を続け、 1906年3月31日に戦艦メインと機関を交代し艦隊との作戦行動を継続した。1906年4月13日、キューバのクルーズ・岬沖での射撃訓練中に1 3インチ手法の装薬が爆発事故を起こし、主艦2名と兵員8名が死亡、4名が重傷を負った。その後、キアサージは第二戦隊第四部隊に配属され、 1907年12月16日にグレートホワイトフリートの一艦として世界巡航に出航した。艦隊はハンプトンローズを出航し南アメリカの沖から西海岸へ抜け、ハワイ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、そして日本を訪れた。続いて、セーロンを訪れ、スウェズ運河を通過後地中海の港を訪問し、その後アメリカ東海岸に帰還した。 セオドア・リューズベルト大統領は1909年2月22日にハンプトン・ローズで艦隊を観越し、アメリカ合衆国の国威を世界に示した。キア・サージは1909年9月4日、フィラデルフィア海軍造船所で予備役になり、近代化階層に入った。全保柱及び水をカゴマスト化して予想位も新たになり、1915年6月23日に、 最終駅した。最終駅すると、大西洋岸に沿って9月17日まで、作戦活動を20時し、その後フィラデルフィアを出港、メキシコのベラクルスに、海兵隊の部隊を運んだ。キアサージは1915年9月28日から1916年1月5日まで、ベラクルスに泊まり、海兵隊員を乗せ、ルイジアナ州ニューオーリンズに帰還した。 その後フィラデルフィアで1916年2月4日に大西洋予備役艦隊に編入され、キアサージはアメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦するまでマサチューセッツ州とメイン州の海軍州兵を訓練した。その後マサチューセッツ州ボストンからフロリダ州ペンサコーラまで東海岸に沿って機関員と武装警備員の練習公開を行った。 1918年8月18日の夜に、キアサージは、ドイツの上二型潜水艦 U117 によって、沈められた、ノルウェーのバーク型ホブネ、ノード部の生存者26人を救出し、彼らをボストンまで送り届けた。キアサージは、機関員の練習艦としての任務を1919 19年5月29日まで、行った後、海軍兵学校の士官候補生を乗せて、 西インド諸島巡航の練習公開を行った。主観候補生は8月29日にメリーランド州アナポリスで下官した。キアサージはフィラデルフィア海軍造船所へ向かい、1920年5月10日退役し、機銃機船へと改造された。1920年8月5日には新たな船番号 AB-1 が与えられた。キアサージ、 AB-1 キアサージは兵装を撤去して、代わりに250トンの巨大な旋回式クレーンが装備された。船体にはバルジが装着され、安定性が向上した。キアサージは、その後20年にわたって様々な作業に従事した。多くの業績のうちの一つには、1939年にニューハンプシャー州沖に沈没した。 サーゴ急潜水艦スコーラスを引き上げたことが挙げられる。1941年11月6日、キアサージは、機銃機戦1号と解消され、その栄光の感名は、航空母艦 CV-12、後に、航空母艦 CV-33 に譲られた。機銃機戦1号はその任務を継続し、第二次世界大戦における、アメリカの勝利に、多くの貢献をした。 インディアナやアラバマのような新しい戦艦、サバンナやシカゴといった、巡洋艦及びベテランの戦艦ペンシルベニアの方や、砲塔、装甲その他の重量物を扱った。1945年には、サンフランシスコ海軍造船所に栄光され、航空母艦ーネット、ボクサーの建造やサラトガの修理に貢献した。機銃機船1号は1948年に西海岸を離れ、 その歓歴を終えるために、ボストン海軍交渉に開港された。1955年6月22日に除籍、船体は、同年8月9日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。